夢ラジオ第1886回、今日は令和元年8月28日水曜日です。時刻は午前8時、横浜港北、水曜の朝、爽やかですね。開け放した窓からの風はもう初秋。空は曇っていますが、けれど東から明るい日差しも、なんかでも雨も降りそうだ、変な天気です。晩夏、セミの声はひとしきり。あと1週間もすれば、また違う音色になっていきますね。マーケットが始まる前の朝の時刻、水曜日。今回は、西別府60年安保、取り上げます。西部進さんの60年安保。1960年に、これは昭和35年、国会にデモ隊が突入するという、そんな事件がありました。岸首相はこれで退陣。岸首相としては、あまりにも従属的な安保条約を見直して、もっと対等な、総務的な、そういう条約に改正しよう、そういう安保改正だったんですけど、それは必然的に日本の軍事的な負担の増大を意味し、守ってもらうだけの立場から自分でも頑張りますと、またアメリカさんに何かあった場合はこちらからもお助けいきます、だけどこちら日本に何かあった場合は援助よろしくお願いします、軍事的な、まあ、そういう当たり前の同盟にしようと岸さんが思ったら、それは日本の軍国化につながると、左翼、主に国民の中の学生さんですよね、学生だけではなく労働者も参加してましたが、主に学生あるいは若者が安保反対とかなんとか、あと岸殺せとかっていうのも、殺せってちょっと、数年前の、なんか、今か4年ぐらい前に、何の法律でしたっけ、なんかそういう日本の安保をもうちょっと強化しようと、ほんのちょっとね、ほんのちょっと強化しようという、そういう法律を安倍さんが可決しようとしたら、国会前に集まってましたね、数万人。あの時安倍殺せって言ってたのは、この60年の岸殺せを、まあ、踏まえたものではあった。50年経って同じ言葉が叫ばれた、まあ、首相を殺せみたいなことを言うこと自体、あの手の左翼運動、ある程度学生運動の、まあ、癒やしさ、醜さを表してますね。60年安保は実に醜い運動でした。もっと言えば、その10年後の全共闘も非常に醜い打ち毛羽でした。悲惨でしたよ、全共闘は。まあ、2015年だったかな、4年ぐらい前の、日比谷のというか、国会前の
あのデモはもうちょっと洗練されてたけど、殺せと叫び始めること自体、少年は変わっていません。さて、その60年報の時、著者の西部さんは東大文徒ってあったんですね、当時共産主義者同盟。これ何の略なんでしょうね、この文徒って。なんかどうせドイツ語っぽいんですけど、文徒、あのビンデンっていう結びつけるっていう動詞がありますね。あれから作られた何なんでしょうか、文徒。ビュントネス同盟、こういう言葉ありますね。今緑の党が言ってるでしょう、ビュントネスノインツィヒテ。まあいいや、要するにその文徒と呼ばれる同盟、共産主義者同盟、ここに西部さんが関わって、つぶさに60年安保を見、で、あの国会突入の時には、あの神馬美智子さんっていう、この人はあの兵庫の神戸高校出た、まあ頭の切れる女子東大生でしたね。彼女が亡くなるという、そういう事件まで起きて、もう安保運動が燃え上がったわけですよ。あの神馬美智子さんはもう都市伝説みたいになりました。で、その時東大生で文徒を率いていたのが西部進、そして全学連の唐氏健太郎で、今回ご紹介するこの60年安保という西部さんの本も唐氏から始まっていますよ。他に何人か西部さんがこれはと思う人物を取り上げてるんですけど、まあ唐氏さん一番最初に来てます。西部さんにとって60年安保とは唐氏とのお付き合いだった。あとこの書にはセンチメンタルジャーニーというなんか奇妙な副題もついていて、西部さんどんなつもりでこのセンチメンタルジャーニーってつけたんかなって余計な言葉で思いますね。あなたに誘われて、失礼しました、あの若い人全然知らないですね。引用はまだやめておきましょう。センチメンタルジャーニーです。これ鑑賞旅行って訳しますね。西部さんがこの書を書いた時、あ、この書はね1985に書かれてるので、まあ四半世紀経ってから、安保からね、あの頃振り返る。で、西部さんがそんな本でも書こうかと思ったら、同じ北海道出身北大生の唐氏を最初に取り上げた。西部さんは安保運動の後学生運動から身を引いて、で、少しく無頼な生活をした後、気を取り直して学者の、道を志、最後は東大教養部の教授にまでなりました。だから西部さんはこの書を書いた時には東大教授なんですよ。あ、違うか、東大教授はもう辞めてるか。まあその頃ですよ。あ、ちょっと風が強くなってきましたね。失礼しました、窓を閉めました。あ、西部さんが東大辞める辞めないの頃に、まあ、この60年安保、結局空虚な祭典って言ってますね、西部さん。で、唐氏、今回の放送も取り上げられてる方々全員お話しせず、唐氏さんに、特化してお話しましょう。というより私はその後に書かれてある人たちの名前が全然わからないので、
60年安保の人間模様なんか調べる気しないじゃないですか、どうせろくなものしか出てこない。ただあのカラウジはね、あの60年安保のヒーローであり、そしてある意味60年安保を背負ってその後も生きた、つまり安保闘争の後、そこであの安保反対と叫んでた学生の多くはいずれ社会にインテグレートされていったのに対し、カラウジだけは土方や漁師、全国を転々とし、そして50行かずに亡くなった。安保を背負ったカラウジは。そして西部さんもね、この書の中で安保を空虚な祭典と言いながら、もしあの安保運動がなかったら、安保闘争がなかったら、で西部さんはもうこの時左翼とも共産主義ともきっぱり決別し、むしろ保守の論客として登場しつつある頃だったのに、けれどその西部が25年経った後60年安保を振り返って、あの安保闘争が自分になかったら、自分はただの吃音男だっただろう、こうも言ってますよ。どもりね、西部さんどもりだったんです。正しいでしょうね。これも北海道出身、どもりで、こんな男が東京出てきて、まあ東大と言っても、西部さん東大に入った後すぐに授業がつまないから井の頭公園ふらふらし始めて、このままじゃダメだと思って、あの学生運動やりたいんですけどって言って、なんか文都のドア叩いた、そんな記述もありますよ。同じく北大、同じく北海道出身のカラウジとその学生運動の過程で出会い、カラウジはあの書士だったわけですね。だからカラウジは北海道の書士で、西部は北海道のどもり、まあこういうコンプレックスだらけの男2人が、しかも特にカラウジさんはあの北大生なのに東京に来てあじらなきゃいけないという、それは自分が東大生としてあじるのとはまた違う負担がかかっただろう、西部さんはこうも言ってますよ。60年安保バカ騒ぎ、何にも残らなかった、だけどエネルギーが噴出した、エネルギーが噴出した。2019年度、今日本の若者にエネルギーがそもそもない、ない。私は日々若者に出会っていますが、若者ふにゃふにゃ、目が死んでる、男も女も。今の大学生見ててそう思いませんか？目の死んでるふにゃふにゃ若者ばっかりでしょ。まあ安保闘争全共闘がいいだなんてとても言えない、どころかむちゃくちゃな運動ではあったけど、エネルギーはあった、こうは言えそうですね。エネルギーはあった。だから西部さんもその60年の時にエネルギーをなんとかぶつけたんですね、カラウジも。で西部さんにとってはその後25年経ってこの本を書いてる時、その安保運動はまあ25分の1ではないにしても5分の1ぐらいなのに、カラウジにとってはこの安保闘争の1年間が25年経っても5分の4ぐらいになってんじゃないのかみたいな、なんかよくわかる表現ですね。でそのカラウジをね、結局転々とし、もう北大も減ったくれもない、全国ふらふら歩き回り、でも彼を浮き上がらせる時の、まあ、西部さんの筆致というのはやはり友を思う。西部さんやっぱりあの変わった人で、だから本当に心打ち明けるっていうのもあまりしないお方だったのかな。けれどこのカラウジですよね、喧嘩ばっかりしたんですよ、この西部とカラウジは。
だけど2、3年経ったらまたふっと会って、喧嘩別れした後ふっと会って、まるで昨日の会話が続くようにまた喋り始める。で、お酒飲んでバカ話して、で最後喧嘩別れしてっていう。カラオジケンタロウ、どうでしょう、今年配のお方だとやっぱ覚えてらっしゃるでしょう。やっぱヒーローだったんですよ、安保の。であるがゆえに安保を背負わざるを得ず、その後カラウジは東京で学習塾の先生、こんな道が歩けなかった。そうなんですよ、安保闘争もしくは全共闘運動、この辺に参加して会社も入れなかったから予備校や塾に来た、こんなのばかりですよ、あの世代は。それはできなかった。塾や予備校ではそれなりにお金がいいじゃないですか。学校の教員は全然お給料ダメでしょ。でそれに対してその数倍もらうわけですから、結局すぐブルジョワになっちゃうわけですよ。かつては闘争をやってたはぐれ者がね。けれどそういう道もカラウジは取れなかった。そこに一貫性を西部は見てる。生涯を通した、今いいか悪いか抜き、いいか悪いか抜き、その安保に対する一貫性をカラウジに見、まあそこに西部さん美学を見出してる。西部さんはその後、保守となり、そして東大の、あまりの惨めな状況に嫌気がさして、東大に駒場村のバカ者みたいな感じで言いたい放題言った後、本まで書いて東大の先生辞めて、その後言論人になりましたね。まあそんな西部さんからしたら、ある意味フラフラしっぱなしで、そんなカラオジが羨ましかったかもしれない。そして東大辞める時、西部さんにも妻あり子供あり、子供は2人いらっしゃったのかな。そういう家庭人でもあったのに、それでも勤め先辞める、しかも公務員ですからね、東大教授だと。でもその時カラウジの姿を見習わないと、そんな意識もあったんじゃないでしょうか。センチメンタルジャーニーですよ、文字通り。今の高校生にでも松本伊代のセンチメンタルジャーニー結構伝わっていて、この歌で盛り上がったりしてますね、特にオンラインで。伊代ちゃんはなんか今いじられ役になってるとか、私はテレビが家にないのでわからないんですけど、あの曲も今の高校生が知ってる、あははですね。さて、まあ、伊代ちゃん置いといて、60年安保、なかなかあの時代に興味持たないとちょっと読めない本かな。けど私も横浜の図書館から借りてきて読みました。カラウジの章だけでも振り返ってみると、ああ西部さんってこんな人かと、ああカラウジってこんな人か、浮かび上がってくるでしょう。夢ラジオ1886回、今回は西部進著60年安保センチメンタルジャーニー取り上げました。水曜の朝です。